ロシアのウクライナ侵攻から半年以上が経過したね。この侵攻を批判していたゴルバチョフ氏が亡くなったみたいだよ。これでロシアを批判できる人物がまた一人減ったというわけだな。さて、膠着状態の戦況だが、ウクライナ軍の攻勢が伝えられるようになったよな。でも、実際はどうなんだろう？お互い、相手を攻撃し撃破したという報道を華々しく伝えているが、フェイクニュースも混じっているように感じられるよな。混戦状態の中、ロシアが制圧し支配している南部ヘルソン州の、アントニフスキー橋をウクライナ軍がハイマースによって攻撃したという情報もあるね。さて今回は、ウクライナ軍のハイマースによるアントニフスキー橋の攻撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍が占領している南部ヘルソン州で、ウクライナ軍が反撃に転じたと言われているよね。ドニエプル川西岸の州都ヘルソン市とその近郊を占拠しているロシア軍だけど、補給路として利用しているのがアントニフスキー橋なんだ。この橋をウクライナ軍がアメリカから供与された長射程高機動ロケット砲システムハイマースで攻撃したみたいで、その結果、橋に重大な損傷を与えたため、ロシア軍の補給用大型車両や戦車、重火器などの通行を不可能にしたと、ウクライナ軍が公表しているよ。またイギリス国防省も、この攻撃によって、ヘルソン州中心を北東から南西方向に貫くドニエプル川を渡り、ヘルソン市からさらに西のムイコラーウィウ方面にまで展開しているロシア軍部隊にとって、とても大事な補給路が分断されたと伝えているんだって。ウクライナ軍のハイマース撃はまだ続いていて、ドニエプル川の支流でヘルソン州北東部を流れているインガレット川に架かる橋や、東方 50km ほど上流のノーバカホフカ水力発電所のダム周辺道路なども目標として攻撃しており、戦果として、ドニエプル川東岸からヘルソン市へのロシア軍の補給遮断に成功したと思われるよ。さて、ロシア軍の占領下に置かれているヘルソン当局の発表によると攻撃によって損傷したアントノフスキー橋を修理するため、一時的に交通を制限するとのことで、通常の車両例えば乗用車やバスなどは橋を利用できるんだけど、貨物を積んで重量のある輸送車両は通れないとのこと。そういった車両はノーバカホフカ水力発電所ダム上の道路を迂回しなくてはならず、しかし、前述のようにこの迂回路もハイマースによって攻撃されたから通行できないってわけ。つまり、ドニエプル川西岸地域ヘルソン州に展開しているロシアへの補給は困難になり、ロシア軍は干上がる可能性も出てきたということになるな。もちろん、ロシアも補給路の復旧を急いでいて、ドニエプル川に船橋を架けることを検討しているのだろうと思われるけど、仮に船橋を作ったとしてもロシア軍支配地域のドニエプル川全域が、ハイマースの射程範囲内にすっぽり収まっているという事実は無視できないんだよね。となれば、せっかく作った橋は、作るそばからウクライナ軍に攻撃される可能性が高いってわけだね。ウクライナ軍が攻撃するのは当然の戦術だろうし。ウクライナ軍がアントノフスキー橋とノーバカホフカ水力発電所への攻撃を続ければ、輸送が妨害されるから、ロシアの補給が非常に難しくなることは言うまでもないな。ウクライナという異国で補給が乏しく、困窮したロシア軍部隊は再びドニエプル川を渡ってロシア国内へ撤退するか、ウクライナ軍に降伏してしまうか、選択肢はこの二つしかないと見られているね。ちなみにドニエプル川西岸以北に展開しているロシア軍部隊の人数は1000人とも、3個大隊戦術軍2000人以上とも噂されていて、2月24日のウクライナへの侵略開始以来、多大な損失を出していると見受けられるロシア軍にとって、万が一にもこれだけの兵力を失うとしたら、相当な痛手になることは間違いないだろうし、国体を揺るがしかねない事態になるのではないかと思われるよ。余談だが、一昔前ロシアの大河といったら多くの人がロシアの母なる川ボルガ川を思い出したんじゃないか？首都モスクワから大陸を流れ、カスピ海に注ぐボルガ川は沿岸にボルゴグラードなど、歴史ある都市を持つ大河として知名度も高かったと思われるぜ。ところが、ウクライナ侵攻によって今やロシアの川で一番に連想されるのがドニエプル川になってしまったな。もちろん、ドニエプル川も旧ソビエト時代は重要視されていた川だが、最近は戦いに関わる要衝として名前を挙げることになってしまったってわけだ。さて、ロシア軍だけど、東部地域からヘルソン州東のザポロジエ州メリトポリなどを通り地上部隊を送り込んでいると考えられるよ。しかし、ドニエプル川東岸に部隊を展開させても、前述のようにアントニフスキー橋は通行できないから、川を渡らないと西岸で孤立している部隊を救出できないんだ。そうなったらウクライナ軍がヘルソン市を奪還する可能性が高いよね。この事態を避けるためにも、ロシアは何としても孤立しつつある部隊を救出しなければならないというわけだ。ハイマースは当初供与数12両で、たった12両で戦況が変わるはずはないと言われていたんだけど、
現在までに数多くの戦果が報じられているし、今やウクライナ関係のニュースでこの名前を聞かない日はないと言っても過言じゃないよね。アメリカのシンクタンク戦争研究所の分析では、ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州などでは、ハイマースがロシア軍の大規模砲撃を阻止していると見受けられるほど重視されているそうで、この分析の基礎データだけど、NASA が提供する衛星による火災発生観測データとなっているよ。そのデータによるとハイマースの導入以降、東部ドンバス地方ルガンスク、ドネツク領州での火災発生が10分の1にまで減っていたといい、ハイマースが補給路を攻撃したことでロシア軍の砲兵部隊が攻撃を避けるため頻繁に移動することになったから、砲撃頻度が低下したと推測されているね。わかりやすく言えば、一箇所にじっとしていると標的にされるから、移動せざるを得ないということかもしれないな。ハイマースについて少し説明すると、これはアメリカ軍が供与した高機動ロケット砲システムで、自走多連装ロケット砲システムマース M270 の軽量版と言われる長射程のロケット砲システムなんだ。アメリカ陸軍が開発していて、アメリカ軍では有事に緊急展開する部隊である空挺部隊や海兵隊、警歩兵士団などに配備されているみたい。アメリカ陸軍の長射程の阻止砲撃用火力支援兵器として開発されたのが、多連装ロケットシステムマルチプルローンチロケットシステムマースで、この兵器は1982年昭和57年から、M270 という名称で運用されているよ。イギリス、イタリア、西ドイツ、フランスの他に日本、韓国、イスラエルなど13カ国で採用され、世界では1300両以上が生産され使用されているそうだな。このマースは再装填可能なランチャーに 227mm ロケット弾が12発連装されているから、繰り返し多くのロケット弾が発射でき、敵に絶大な破壊力を見せつける兵器と言われているんだ。論より証拠、その実力は1991年平成3年の湾岸戦争で証明されていて、クウェートに侵攻したイラク軍にアメリカ軍及びイギリス軍がマース約200両を投入し、一斉射撃による攻撃を仕掛け、降り注ぐクラスター弾の威力の凄まじさから、スチールレイン鋼鉄の雨という名誉な別名とイラク軍兵士の戦意を喪失させた結果、イラク軍兵士が多数降伏したんだ。怖いものなしのマースにも弱点はあり、それが重量だな。とにかく重く、約25トンもあるから、遠隔地への輸送には大型輸送機が絶対条件になるぜ。だから、緊急展開部隊では使用が難しいとされていたんだよね。その弱点をなくすために製造されたのが、ハイマースだったってわけ。中型戦術車両である6輪駆動タイプの5トントラックの車体に、操縦席、射撃統制システム、227mm ロケット弾6連装発射装置などを乗せ、かつ重量 13.7 トンに抑えたのがハイマースなんだ。中型輸送機でも輸送可能って、要は移動しやすい兵器が登場したということになるな。前述のようにアメリカはウクライナへハイマースを12機供与していて、7月20日、国防長官が4機を追加供与すると表明したことにより、合計16機を供与ということになるね。その他に誘導型多連装ロケット発射システムの弾薬の追加供与も決定しているんだけど、ウクライナに供与される兵器はこれらだけではないんだ。すでに実戦へ投入されている供与兵器は牽引式榴弾砲 M777 と FH70、自走榴弾砲プズフ2000など配備されているし、多連装ロケット RM70 や BM21 グラドなども展開していると推測されているよ。供与された兵器の効果的使用によって、ウクライナ軍は一層ロシア軍を圧倒するだろうと見られているよね。7月28日はウクライナ建国記念日で、当日ウクライナ各地はロシアの侵略に対抗して落命した兵士たちを称える催しが開催されていたんだ。その一方、東部ドンバス地方や南部ヘルソン州では激しい戦闘が続けられていたね。侵略されているウクライナ、侵略しているロシアの両国とも戦死した兵士の数は公表していないから、推定するしかないんだけど、アメリカの情報機関によるとロシア軍兵士の死亡者は約1万5000人、負傷者は4万5000人とのこと。あるメディアの推定では死傷者総数は7万人を超えたとも報じているね。戦死者数ではウクライナ軍の方が、ロシア軍より若干少ないと思われているようで、と言っても、1万人以上と言われているよ。非戦闘員である民間人の死傷者について国連は5000人以上と見ているみたい。しかし学校やアパート、病院など明らかに軍事施設以外を攻撃しているわけだから、実際の死傷者数は5000人をはるかに上回っていると思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。